毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。中国では、石炭不足によって電力難が発生し、工場や一般家庭が打撃を受けています。この電力難は、中国だけの問題ではなく、最も多くの被害を受ける国はお隣さんという話が出てきています。ニュースの詳細。電力難が中国全土に拡大している中、中国政府が、ロシアのエネルギー企業に電力輸出を増やしてほしいと要請した。30日、ロシア国営エネルギー企業インテルラオは、前日夕方、中国が自国向けの輸出電力供給量を増やしてほしいと要請したと明らかにした。インテルラオの報道官は、電力供給量を大幅に増やす法案を検討中と説明した。ロシアは、中国に、年間平均最大70億キロワットまで電力を提供できると言われており、昨年だけで30億6千万キロワットを中国に供給した。インテルラオが受託すれば、ロシアと距離的に近く、暖房需要が高く、南東部より電力難が深刻な東北三省、黒竜江、吉林、遼寧に先に供給されるものとみられる。現在、東北三省の一部地域では、街灯と信号灯を十分に稼働することができず、毎日午後4時以降の商業施設営業も中断されている状態だ。中国では、深刻な電力難が全域に拡大していて、工場稼働が相次いで中断されるなど、被害が大きくなっている。とのことです。あかん。中国政府は、今回の電力難について、中国政府が炭素排出目標を達成するために、石炭など化石燃料発電を規制したことが根本的原因だと主張しています。シンプルに石炭が足りないので発電所を動かせないというだけの話なんだけど、恥ずかしくて言えないので環境対策だと取り繕っています。オーストラリアに経済報復したツケを排出量のせいにしているに過ぎず、見えが見えを呼んで苦境に陥るという、隣国でよく見受けられるパターンです。電力不足が起きたのが冬じゃなくてよかったというのが中国政府の本音なんじゃないかな。中国東北地方の冬は黒竜江省あたりになるとマイナス30度超えは当たり前という極寒地帯です。10月でも東北地方の気温はかなり低いので、これは時間との戦いです。電力がなくなれば練炭を焚くほかないので、そうなれば PM2.5 の大量放出になります。PM2.5 の大量放出は、温暖化に積極的な国から批判を受けてしまいます。これを嫌って規制するようなら、投資者が続出してしまいます。お隣さんでは、中国からの PM2.5 が一時的に減少し、大気汚染状況が良くなった、綺麗な空を見ることができたと騒いでいるみたいです。ほんで、中国の電力難で、最も被害を受ける国はお隣さんという話が出てきています。電力難によって、中国国内で、いろんな工場が生産を停止しています。コロナ禍で、中国からの部品が入らずに製品出荷できない上に、電力難は、さらに追い打ちをかける悪材料です。電力難で、中国南部に密集している工場の稼働が、続々と稼働停止に追い込まれていて、グローバルサプライチェーンが混乱しているんです。お隣さんは、中国から中間材を輸入し、これを完成品にして、再び輸出することに特化しています。中国の電力難で、サプライチェーンが崩壊すれば、その被害は、そのままお隣さんに直撃する構造になっているんです。グローバル時代になり、世界経済は複雑に絡み合い、一国の経済衝撃は、国内だけにとどまらず、他の国へと早いテンポで伝播します。特に、中国は、世界2位の経済大国で、お隣さんと中国は密接な経済関係を結んでいます。お隣さんにとって、中国は最大輸出国であるだけでなく、最大の輸入国でもあるんです。GDP の 63.5% を中国向けの輸出に頼っていて、取引額の 25.8% が中国なんです。電力難の初期段階で、まだお隣さんの被害が確認されたわけではないけれど、長期化すればダメージも顕著になるんじゃないかな。中国の10カ所余りの省で産業用の電力供給が制限されて、多くの工場の稼働が全面中断したり、操業時間を大幅に縮小したりしています。
隣国ポスコの中国ステンレス鋼生産工場は電力問題で一時稼働を中断しています。稼働を停止したのはお隣さんの企業だけではなく、日本や米国の企業も被害に遭っています。早く電力難が解消するといいですね。こちらがお隣さんの反応です。最近 PM2.5 の濃度が薄くなって怖いくらいだ。オーストラリアが中国を見捨てて石炭輸出を多角化すれば PM2.5 の濃度が濃くなることはない。中国は電力難で苦しんでいるけど、我が国の空が PM2.5 で汚れないことはとても嬉しい。綺麗な晴れた空を見ることができて本当に嬉しい。久しぶりに澄んだ空気と青い秋空が見られて幸せだ。これを機に中国に行った韓国企業が自国に戻ってくるといいですね。中国からの輸入を多角化し、中国からの依存度を減らす必要があります。この際中国との取引を打ち切り、他の供給先を探しましょう。親中親日派が我が国の政治に関与してはならないということが明らかになった。中国を滅ぼしたら一番得をする国は韓国だ。逆に中国が世界覇権国家になったら一番厳しい立場の国が韓国です。私が働いている会社は中国から原料が入ってこなくて生産が大変だ。これからどうなるかわからないが、生産ラインが止まるかもしれない。中国がなくなれば大韓民国の経済は危機に直面するだろう。サードを配置した時に中国が我が国の企業にしたことを思い出してください。この許されない行為は絶対に忘れてはならず、中国の言うことは信じてはいけない。日本の輸出規制は克服できたのだから、中国発の悪材料も克服できるはずだ。最初から中国と取引したこと自体が間違っている。利益に目がくらんで悪魔に魂を売るような行為です。中国での生産量が減れば我が国の生産量は急増するだろう。供給網や供給先の多様化のチャンスはいくらでもあった。中国の嫌がらせで何度も苦い思いをしているのに、未だに中国に偏っている企業はそれだけのリスクを自ら負うということだ。中国が電力難に直面したら石炭、石油、天然ガスを市場で買い集めるだろう。そうすればエネルギー価格が暴騰する。原発を除けば我が国もほとんどの電力需要を軽く、それも単価の高い天然ガスに依存している。そうなれば我々も被害を受けることになる。余裕のある時期には環境に優しいとか脱原発とかに夢中になっていられるが、原油価格の高騰でそんなことも言っていられないだろう。以上が国民の反応です。中国では政治的な対立でこういう問題が起こりうるので、日米は中国排除のサプライチェーンを構築しようとしています。未だにのっぷりと中国市場に依存している企業は早く足抜けした方がいいんじゃないかなって思います。お隣さんの場合は足抜けできるレベルではなく完全に依存してしまっているので、このまま中国と運命を分かち合うんじゃないかな。最後まで見てくれてありがとうございます。